こんばんは。もう始まった？もう画面暗いけど始まったのかな。始まってるよ。おー、だってこんばんは。え、画面なんか真っ暗じゃない？これこれパソコンが暗いんじゃない？パソコンが、だからこのパソコンの画面じゃない？いや、だって横のコメント大丈夫よ。やっぱ画面暗いよ。あ、本当？あれ、さっき大丈夫だったのにね。まあ、いっかも。もうね、今日早めに始めました。はい、こんにちは。早いね。こんばんは。ちょっとあの普段はね、はいはい、準備が結構ギリギリで。そうなんでございます。まあ、常に遅れていた、このレイラの自由時間でございますけど、はい、今日はね、ちょっと20分前にして、そうです、スタンバイできてしまい、早くてびっくりした。すいません、もう、もう待つということが我々できないので、そうですね、スタートいたしました。今日は自由時間、本当に久々に上場軍団のお二人が来てくれて、はい、ありがとうございます。久しぶりです。いやいや、待ってましたよ、レイナちゃん。1ヶ月ぶりぐらいですか？そんなかも。切られたと思ってたからね、俺はもうね。そうだな。自由に切られたと思って。いろいろ話し寄った、一人で。そうなの？一日休、一回休んで、あ、そっかそっか。あとは、その悪の娘振り返ったりとか。って感じ。ちょっと今日はその俺らもさ、悪の娘の話とか聞きたいから。あ、聞いてください。全然喋る、いろいろ、まあ、裏話とかさ、その悪の娘の映像とかもなんか後で見れるんでしょ？見せます。ぜひぜひ。あ、でもこの画面通して画面は見せられんけど、2人に。ああ、そっか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 。なるほどね。ちょっとね、それもね、楽しみにしてますんで、ちょっとね、よろしくお願いしますよ。お願いします。はい、いいですね。何してました、この1ヶ月？楽しかったですか？この1ヶ月はでもね、そうだね、なんか俺らバスケットを最近すごい仕事してて、なんかちょっと前言ってましたよね。そう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 、B リーグって分かるね。分からん。そうなの、あったのよ、J リーグみたいなのが。そうそう、で今年が1年目だったのよ。で、俺らが応援してさせてもらってたチームが、あの、本当の決勝まで行ったんだよね、日本シリーズみたいな野球で。で、最後の最後決勝で負けちゃったんだけど、まあ、そこまで、でもすごい行ったから、まあ、ちょっとそれを、しかも地元の川崎なんで。そうなんです。2人の地元ですか？そうそうそう。仲良しやん。そう、俺もまだ住んでるしね、川崎。言っていいんですか、それ？全然いい、全然いい。川崎在住。川崎行こうぜ。いや、わかんない、川崎でかいよね。あ、そうか。なめんな。川崎めちゃめちゃでかいぞ。そうなんだね。ステートスだぞ。川崎行こうぜ。そう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 。ケンタ君、川崎のそばのね、カプセルホテル。いや、言わなくていいし、それは。それはもうすぐ探せばいいよ。今3軒しかねえんだから、川崎。みんな来る、みんな来る。すぐ行ってくれ、みんな。クラブ散ったの後は。よかった、今日休みで。そう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 。クラブ散ったの近くか。そう、だからそういうのもやりまして、今そこはシーズンオフなんだけど。ちょうどね。だから、逆にそれが終わったから、レイナの自由時間呼んでほしかったよ。今ちょうどいいタイミングで。あ、もうぜひぜひ。そう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 。というか、もういつでもですけど、この時間仕事しないですよ、僕らみたいなもんが。うん、レナもない、普段これが一番遅い、いつも。ああ、そう、これで終わってんの、うん、仕事ある日でも。うん、なるほどね。稽古の日もみんなとご飯食べに行こうって なろうとしたの。俺の今日ショールームやけん、じゃあみんなが横で食べてレナ隣の部屋でするわって言って。うそ、ほんとみんなで、みんなが来るって、出たいって言ってくれた子だけちょっと出したと。あ、それおもろいね。はい、あ、ちょっとお客さんからのちょっと暗くないという文字にもレナちゃんが異様な反応をちょっと明るくするじゃん。ちょっとスタッフが寄せますよ。こっちを多分明かりを開けてみたらいい。さっきはさっきよかったけどカメラボコしちゃう。カメラ的な、こっち結構眩しいよ。いや、カメラのさ、あの、あれよ、設定よ、多分こっちマジで目やられるもん、これもう目つぶしやもん。ちょっとこれはじゃあ光はこれ以上にやめとこう。ね、明るくなってないもんね、今ほら暗いだってよ。あ、暗い。カメラがおかしいだよ、もう、またか。じゃあなんか聞いて。なんかいいな、最近自分の携帯とかでやってたんです。はいはい、もうこういう不具合がないんですよ。あ、自分の携帯だね。スムーズに。あ、だけん、だけんちょっとあんまりこれでやってないっていう説はあった。あ、そうなんだ。説は。いやでも携帯で3人は結構きついでしょ。きつい。ね、そうなってきてるね。どうなの？これ実際見てるとやっぱ暗いの？あ、なんか暗いねって来てるから。でもそう、電気やっぱ関係ないよ、今走って電気つけてくれたけど。自分たちのパソコンのやつは上げてるわけ？明度は。みんな暗い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 だって。みんなそんなさ、レイナちゃん煽らないで。煽るな。いや、いいなって。そう。だからさ、この番組だけはもうポジティブにいこうぜ。そこら辺の照明さえ照明気にすんだから。おかみさん見えないだって。おいや、ジグロだけど、俺も帽子浮いてるように見える。確かに、でも真夏な、昔な、高校の時な、俺ら海行った帰り、銭湯で写真撮ったら4人で行ったんだけど、3人しか写ってないっつって。そう、よく見たら俺が端っこにいるから影になってるから。カリン島並みの高さだから。ほんと
なんでも、まあ、まあまだあれですけどね、うん、弱の娘の話聞いてくれますよ、ね、ぜひぜひ本当に聞いた。いつ終わったんですか、うん、6月11日に終わりました。11でもちょうど1週間ちょい経つね、うん、10日ぐらいか、そんなもんかめっちゃ合ってますけどね、終わってもみんな、あ、そうなんだ、ほう、え、それは何を機にやるの、え、遊ぼうっつって、あ、仲いいんだじゃん、仲良し、仲良しだったあれすごいよね、なんか、うん、ロスにならないじゃん、そう、ロスをみんなで補う感じ、なんかいつもやったらなんか舞台いっぱいしよう人ってあんまロスとかないんですって、あ、うんうん、そうなんだ、そういう人でも今回は寂しいと思ったって、そう、じゃあ遊ぼうよって、うん、遊ぶなり、あ、そうなんだ、それ嬉しいね、うん、確かにレイナちゃんって一見怖そうに見えるけど、うん、深くなるとすげえ、すげえ普通にいいやつだじゃん、熱いやつ、熱いやつなんですよこいつ、普通にいいやつ、すごい言われた、いや、そうなの、やっぱヤンキーって仲間意識だいや、でもそうだと思う、そういうことだよね、言いたいわ、だからさ、いい意味でだよ、初めの入りが怖いだとやっぱさ、うん、距離って縮まりやすいと思うんだよ、うん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 、そうとも最初やっぱりなんか話しかけていいのかなとか LINE 聞いていいのかなと思ったって言われたんですよ、で仲良くなったらなんかもう本当になんかもう妹みたいやし、なんかおかしいですねって言われる、いや、すげえ親しみやすいもんな、おかしいって変ですね、ああ、まあイメージと違ったってことでしょ、いい意味で、まあそうだよな、やっぱギャップ、だから客、皆さんも調子乗って LINE 教えてくれるし、いいやつなんだそれ、調子乗んないそれはお前ここで教えたらバカだケータあやめてやめて俺のやつ俺何そんなに一生懸命止めやったら嘘って、でもみんな検索するから一旦やるでしょ、え、マジ仲良くないですか、なんで愛してる、俺結構こいつの本当のアドレスよう本当こういうところで言っちゃうから、まあ、やめてあげよう、うん、住所もうでもすぐほらこいつ数字にするけん数字じゃない文字にするけん、それはねさすがにね、まあ、IT までは覚えてなかったっす、まあね、まあね、まあでもまあ楽しく仲良くやっていただいて、自分の出来としてはどうだったんですか、その、いや、外部の舞台に出演したのがこれ3回目で、去年から考えてね、はい、なんかまあレナは一番は不思議遊戯だなって思ったんですよ、1回目のやつ、はいはい、でもやっぱ今回3回目のやつちょっと越した、うん、なんかやっぱ内容がなんかすごいやりやすかったっていうのもあるし、家族愛っていうか弟って双子の話やね、うん、兄弟愛の話なんですよ、うん、でも不思議遊戯っていうのはやっぱ男女の関係だったりとか、なんか守ってもらったりとかやけど、やっぱり家族大好きやけんかすごい感情が入るんですよ、なるほど、だけどなんか、え、今日やばいな、喧嘩もとかがなくてもうボロボロ泣いた、だから、え、そういうシーンがあるんですよ、おー、泣くシーン、ちょっと待って、ちょっと待って、何公演あったんだっけ、12公演、毎回全部すごっ、天才やんいや俺絶対無理だ、大女優やん、いや俺絶対無理よ、俺も泣いたけん、ね、化粧取り打ってないからぐらい泣いて、もうめっちゃ悲しいですそのシーンが、だけどね、レイナの代わりに双子の弟が、うん、あの死んでくれると、双子やけん入れ替わるか分かんないねって、そういう遊び昔してたよねって言って、まあいろいろあったんですけど、で最後にレイナの代わりに死んでくれるんですよ、レイナはもう本当に孤独で一人ぼっちで、ほらもうその弟しかおらんやったのに、その弟がなんかもう、お前はもうどっかへどっかへ逃げろみたいな、いきなり強い口調になって、今まで召使いでリリアン様、リリアン様って言ったくせに、助けてくれる時だけは男になって、服交換してセリフ言い合うんですよ、で上でその弟が死のうとした時にレナが一人でブツ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 なんかセリフ言ったりする時に、もうボロボロ泣いて、自分の弟かと思ったら泣かしてて、やばかった、今ちょっと話したけど結構いいよ、そうね、ちょっと見てくださいよ、宣伝動画、え、見たい見たい見たい、ちょっと画面通されんけん、今2人だけ見せるね、音が平気なの、みんなもネットで見れるんだよね、みんなもネットで見れる、じゃあみんなのせーのでつければいい、せーのでつけるか、そうだよ、それでも見えんくなるあ、だから、そうだ、あ、そっかそっか、携帯で見てる人はパソコン開いてもらったりとか、確かに確かに、一緒に見よう、見れる人、一緒に見ようよ、みんな準備して見て、ちょっと1回ね、2個ある人は、うん、一緒に見よう、うん、ショールーム消えちゃうだって、あ、でショールーム優先で、うん、そこはね、ちょっと一回じゃあ置いてもらっていい、みんなも面白かったってさっきすごいコメントしてたやつ、泣けた、ちなみになんか、はい、ミュージカル悪の娘稽古シーン公開ってやると、はいはいはい、出てきます、そう、で今回ねレナのことを好きで見に来てくれた方以外の方に、うんうん、すごいなんか好評だよって言ってもらえて、スタッフさんとかに、うんうん、それがね本当嬉しかった、だってレナのこと知らんで見たのにこのリリアンのいいって思ってくれたわけですよね、うん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 、あ、じゃあいいですか、ちょっと
再生をしてみる。多分さっきのショールームがあったり、ああそうかそうか、裏でショールームがね、いやそっかそっかそっか、今でも泣けるもん、この動画見てから。あ、そう、ちょっと行きましょう。ああ、じゃあ稽古新駅、あんまみんなお化粧とかしてないですからね。あ、衣装とかカツラはしとるけど、ちょっと見ますね。レナちゃんはあれを本当の弟だと思って泣いちゃったのだって。そうよ、だんだんもう弟にしか見えなくなってから。クレーナ、うん、おお、アンサンブルのみんなで、もうすごいすごい、全知り合い、全知り合い、佐々木さんのここに出てるんですか、れなの、いや知り合いってか、もう知ってますけどね、あったかみたいな、1回ってか、ミュージカル中にかっこいいんですよ、撮って、すごい、あ、これ、あの、HKT、 HKT うまいんですよ、マリアム、あ、これ、ケンタっていうね、仲いい人、ケンタね、あ、これ、初音ミクのやつですよ、さっきの緑、へぇ、誰だ、このおじさん、これ、れなの、なんか大臣のやつ、何してたの、おじさん、お父さんみたいな、おじいちゃんみたいな、あ、執事的な、あ、そう、ミニスって、あ、これあのめっちゃかっこいいじゃん、野久保さん、あ、野久保さんか、かっこいい、この人オリジナル、ファンさん、あ、これあれ、うん、これ弟、弟、おー、れなちゃん、れなさあ、いただきなさい、かっこいいな、でもね、この時とやっぱ全然違いました、みんな、あ、変わった、本番とかね、めっちゃすごくなったもんな、これでまたさ、変な照明だけうわーなるわけでしょ、めちゃめちゃかっこいいな、いいね、後ろのちょっとぽっちゃりしてる方たち、いやいや、それじゃんもういい感じだ、ふわっとしたスカートこれが弟、あ、弟か、声優の方です、双子のね、って言われてて、うんうん、みんなに嫌われてるんですよ、で、うん、僕が悪になってなってやるって君のためならばっていう歌、今、なるほど、うん、で、こうやって今黄色の国なんですけど、うん、黄色の国落ちちゃうんですよ、死ぬけん、あ、これで死んだ後、あ、うん、もう死んだ後死んじゃったの、リリアンヌっていう姿を隠して、うん、多分こうやって言うんですよ、あー、なるほどね、でも多分この子が今から気づく、うん、もう気づいた、リンって言ってたね、その時ね、この子のふーっていう顔見ててください、鳥肌立つけん、この時ね、この後、ほら、これやばくないですか、なんかいつも鳥肌立つとここ上手、鳥肌立ってるわ、ほんとだ、めっちゃ鳥肌立ってるよねえ、ほら、見てよ、すごいんですよ、あー、すごい、あの悪の娘だって気づいたんですよ、今、白髪の子が、なるほどね、うん、女優さん、そう、あの子はの NMB、 あ、NMB、死んだんですよ、横尾さんも、横尾さん、うん、結構死ぬな、みんな死ぬと自分のせいでって、あ、それで生まれ変われるならばって言ってんだ、うん、うん、うん、殺される、レナが、うん、その松根美空、うん、の役の緑の髪、うん、レナがね、さっき好きなあの青の王子がいたんですけど、うん、青の王子とに恋してたんですよ、本当はお兄ちゃんみたいな人だったんですけど、うん、ずっと結婚しようね結婚しようねみたいになってたけど、その青の王子が緑のそのミクに恋しちゃったから、うん、結婚破棄されたんですよ、はい、で、えってなった時にアレン、その弟アレンって言うんですけど、アレンもその緑の子に恋しと、なんかよく通って、なんかそのパン屋なんですけど、そのミカエラが、うん、ミクがパン屋にいっぱい通ってますよって弟もって聞いて、はってなってイラッとして、
多分レイナはその王子よりも弟が取られたことが多分悔しくて、その緑の子を殺しなさいって言って、あら、緑の髪の女を全員殺してしまったって言って、みんなに殺させるんですよ、黄色いその、うん、黄色軍にね、黄色軍に、そう、黄色軍に、うん、で、そのさっきの白い髪の子は緑の子の親友やけん、うん、まあ、死んでないじゃないですか、緑じゃないけん、自分も殺されんやったけん、だけん、そうやって私の親友はね、生きたまま殺されちゃったの、うん、なんて、だけレイナも仕返しされるんです、最後。うわ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 、まあ、もう終わったき言うけど、うん、レイナだけナイフ向けられてブワーって刺されようとするんですけど、うん、なんぜか超強くて、なんかスンスンってポンって押して、うん、レイナがまた向けてナイフ取り上げて、うん、私は知らないって言って、うん、その弟がくれた命だから、うん、どうやったって生き延びてやるって言って、さあ、ひざまずきなさいって言って終わると。えぇ、ー、怖っ、怖い、そう、最後もちょっと怖い、最後まで悪なんですよ、本当に。あ、でもそのリグレット、最後に歌い寄ったあのバラードっていうのは、うん、自分がその後悔しと歌で、うん、そのいつも自分の気持ちは全て終わった後な、ごめんなさいみたいな歌を歌いながら、でもそうやってちょっと悪の残したみたいな。本心はどっちなんだよ、どういうこと、レイナの、まあ、レイナのというか、だからなんだろう、その作品としての本当はいい子だね。本当はね、あの真相ね、そのミク、そのミクとかを焼き殺さしたのレナじゃないんですよ。確かに殺せとは言ったけど、本当に火をつけたのは、うん、あの HKT の子なんですよ。まあそれはまあその指示はでも与えたわけでしょ。与えたけども、うんうん、全部レナが殺したわけじゃなく、だけど、うん、さっきノックン、ノクボさん死んでたじゃないですか、うん、それが死んだのは、その弟が、まあ、確かにレナが殺してきなさいっては言ったけども、うん、一番の原因は、その HKT の子が、うん、HKT の役の子が、ねえ、聞いてあれ、あのねって、うん、あのリリアンヌを殺すためにそのノックンはあなたを利用してるんだよみたいな嘘ばっかを吹き込んで、そのアレンがはじゃあ殺さないとみたいな心になるように仕向けたのが HKT なんですよ。なるほど、じゃあ HKT がアルファベット出すぎだよ、アルファベットが。ノックン、あ、ノックボさん、ノックンね、ノックボさんでいいだろ。あー、なるほど、でも確かに短時間でこの映像を見るだけでちょっと入ってくるな。そうだね、マリアちゃんの説明あったけど、HKT は、HKT って言ってしまったけど、失敗だ、俺らが分かんないからね。何さんって言ってよ、さっきの。あと、アイカちゃん、アイカちゃんね、HKT はアイカちゃんね、アイカちゃん、そう、ラブタン、ラブタン、 HKT の AK さんね、OK、 AK ね、あ、アイカ、なんでアルファベット増やしたの。あ、でもすごい、面白そう、そうそうそう、いや、面白そうだな。でもさ、うん、でもさっきの話じゃないで、12回泣けるわけじゃん、うん、それってさ、その、終わってな、終わりました、またその人でも生きてるわけじゃん、実際。はい。俺は1公演だったらだよ、もう、うん、もう全てをあれしたらできる気がするの、まだ。なるほど、なるほど。やっとしたって思うけど、そこで生きてきて、私だってなるわけでしょ。でしたー、こっち生きてるんだって俺になっちゃいそう。行きますよ、ラーメン。でも本当そう、ご飯行くとか言って、本当におつみたいな。あそこ切り替えられるわけだね。全然違う人。ああ、そっか、うん、そのままプロだな、さすがだな、うん、ああ、そうだったな、そりゃ、うん、他もうるせえだって野暮なこと言うよ、聞いてくれよって言うこと、分かりますよ、その気持ちは。いや、そうだよね、うん、死んでないやみたいなありますもんね、裏行ったら。いや、まあまあそうだよね、レイナもだけあれですよ、なんかめっちゃなんかもうあれと思って泣きようやん、でも次早がやけん、吐けた瞬間すんですから、こんなのあるの、はい、お願いします。あ、すげえな。だからまあ女優の凄さだよね、俳優の。でも怖いなと思った。だってさ、今レイナ泣きたくないのに泣いてるんですよ。今からさ、田中レイナとしては別に泣きたくないのに、リリアンヌしてステージに歩けば怒ったり、殺してこいって言ったり、なんかキャピってしたり泣いたりするんですよ。だって自分の感情をなんかなんていうんですか、うん、ポンってしてからそのリリアンヌの感情にするわけじゃないですか。そうだね。だけどやっぱ俳優とか女優さんってなんかストレスひどいんじゃないかってすごい思う。確かに、自分の感情に逆らって仕事してるわけですから、うん、そうやって仕向けて仕向けて、うん、だけど催眠術とかあるんですよ、多分二重人格的なことかな、面白いの自分を出して、まあまあそうだね、分からんけど、なんか思い込みってやっぱすごいてよって思っちゃいました。なんかわかるわかるわかるけど、もうだから世界に入り込むとこだもんな、うん、でもね、それが楽しいなって思った。だから自分にはない感情になれるその2時間が、なるほどね、うん、でもさ、モーニング娘。田中麗奈もある意味そうじゃん。え、なるほど。いやいや違う、モーニング娘。田中麗奈もある意味さ、わかります、こうやってたらちょっと嘘のもあったわけでしょ、たまには。まあね、いや実際そうじゃん、そういうことで常にこうやってやるってさ。でもそれは違いますよ、レイナ、レイナとしてやりようけん。でもそれはあ、だってそれやることにメリットがあるわけじゃないですか。メリットっていうのなんで言ったらいいでしょ、まあ、仕事あの、田中麗奈とお客さ
さんとしてコミュニケーションを取るっていうのは田中玲奈としてやけん、うん、そうやけん、うん、でもリリアンヌとしての感情って、うん、例えばだけ殺してきなさいってことは普通思わないじゃないですか。まあそうだよ、思わない。なるほど。でもそうやって思わんやん普段は。でも本気で思うんですよ、マジその死んでやってる時って、マジで死ねみたいな。本当に死んでほしいと思う。思う思う。うっそ。だからね、そのものの首を跳ねようって男の人に言うんですけど、マジで本当に死ねと思ったみたいな。跳ねろって。うん、そのものの首を跳ねよっつって跳ねられると。でもレナって真面目じゃん。意外とそのタイプの方が入り込めるもんね。そうかも。いや絶対そうだと思う。恥ずかしくない。そして例えば田中玲奈で、うん、こう上からこうやって睨むとか言われるとなんか映り大丈夫かなとか思うんですけど、証明証明っつってそんなの大丈夫、影とか大丈夫とか思っちゃうけど、うん、でもそのリリアンヌの時は、うん、なんか何も恥ずかしくないと、こんな顔した方が絶対お客さんに伝わるようになる、うん、マジで睨んだし、うん、マジでうぅって泣いたし、うん、キャピキャピしたし、いやすごいな。これじゃあ新たな一枚皮むけたって感じだ。また、うん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 、初めてやけんこういう役実は。いいね。プロデューサーさんがレナちゃん絶対こういう役が合うからみたいな。最初ね、そのプロデューサーの方と不思議遊戯の時と同じところなんですけど、不思議遊戯しようときはなんかその可愛い役だったんです、うん、おめえね、なんで言おう、イエーイみたいな、うん、でもその時になんかどんな役やりたいのって言った時になんか悪い役やりたいんですよねレナみたいなこと言ったら、じゃあその悪の娘ちょっと見てみてよみたいな、うん、なんか去年からだけ、ね、ちょっと見といてって言って、でも探したけどないんですよ、何見ていいか、なんかアニメがあると思ってたけど、てっきりたらボカロがあって、うん、で、わかんなくて、それも、うん、でもなんかその聞けるような中じゃなかったから、うん、見たとかも聞かれるとか、とりあえずまあいっかと思って流したんですよね、うん、そしたら、不思議遊戯終わる時に本当にマジで来年やるからね、レイナちゃんって言われて、わあこの方口うまいと思ってた、信じてなかったんです、うん、レイナ使ってくれるなんて思ってなかったけど、はいはい、ただ本当にやりたいって言ってもらえて、うん、今回それが成立したけん、うん、こうやってできたわけやけん、本当プロデューサーさんにね、感謝なんですよ。そうだよね、そうじゃなかったんだね、うん、だって言ってたもんね、そのこのさあの舞台が始まる前もここでよく誰さんって名前出してたよね、演出家の方とかさ、あ、徳永さん、徳永さん、徳永さん面白いよ、出してたもんね、徳永さんマジ乙女みたいな、なんかビューティープラスって知ってます？ビューティープラス聞いたことあるけど、カメラアプリですよ、写真綺麗に撮れる、あ、なんか詐欺る時に使う、なるほどなるほど、あれ持ってんですよ、え、あれでね、トローレーなーみたいな、いいですよーとか言って、もうほんと乙女で、うん、なんかお弁当ありますね、どれ取りに行きますって、一個一個みたいな感じで普通に手つなぐみたいな、特攻さん、特攻さんだよ、一光さんみたいに言うの、特攻さんじゃん、もうそれも一光さんみたいに言うのアウトだよ、特攻さんそう、手つなごうって言って、そうそう、みんなが、徳永さん、何さ、手つないでんですか、うん、みたいなこと、いや、全然ごめんみたいな、でも自然にできちゃう人なんだよね、自然にそこの乙女、女友達みたいな、やっぱり特攻さんだよ、アウトだよ、それもまあまあいいメンバーに恵まれて、うん、そういうね上の人もいい感じで優しかったってことね、うん、優しかった、楽しかったな。じゃあ逆に今聞こうかな、うん、次やるならどんな役やるって、えリリアン、あこの役じゃなくて別で、もちろんもちろん、その大雑把でもいいと思う、その不思議遊戯の時に悪い役やりたいって思った、うん、で悪い役ができましたと、うん、次はどんな役やりたいのかな、なんかもう普通にヤンキーみたいな素なやつルーキーって女版面白そう、でも変わったなんか、うん、ゴシップガールとか好きやけど、そういうお金持ちの、あーなるほど、女の子のなんかそのいつも召使いみたいなのが、まあ、変わらんかそれしたら、実はでもね、ゴシップガールのブレアって子がいて、うん、その人を想像して言ったセリフもあるんですよ、悪の娘で、うん、ゴシップガール知ってます？知ってるけど、あんまちゃんと見てないんだよ ね、 だね、セクス・オン・ザ・シティ、ね、いや、すごい発音に、セクス・オン・ザ・シティよセクス・オン・ザ・シティブレアにね的な感じでしょ、うん、そのブレアに、そのドロータっていう女 の、 そのメイドさんがおって、いつもドロータって言うんですよ、あ、言うんだ、それをレンナはこのミニ、さっきのおじさん誰みたいなこと言ったりしてるじゃないですか、うんうんうん、それがミニスっていう、そのレンナにとっての羊的なね、そう、ブレアにとってのドロータがレンナにとってのミニスやけん、うん、その時に、あ、これブレアみたいに言おうと思って、ミニスって言って、ミニスはいるかって言って、いつもそこブレアになりきる、え、そのブレアの召使いの人は女性なの、男なの、女、こっちでもゴリゴリのおっさんだからおっさん言うなよ、初めて聞いたミニスをいじるな、ミニスをいじるな
おっさんだけ一人出てきたからさ、俺びっくりしたんだよ。普段ナレーションとかやってらっしゃったので実力ありそうな感じだったけど、なんかロイズとかめっちゃ持ってきてくれるんですよ。何でロイズ？ロイズがロイズ、あれなんかロイズの社長いっぱいいるよ、この番組見てる人。なんか前ロイズとね、レッドブルくれるんですよ。一緒に写真撮ってって言われて、なんかそのいいよって言って写真撮ってから、うん、そしたらいっぱいくれるの、優しい。面白そうだな、話聞いてるだけでも、うん、結構みんな見に行けてみたいし ね、ありがとうございます。10回来てくれた人はね、訓練の写真にサイン書いて、うん、その人の名前書いて、言ってたやつ、特定みたいな、そう、あって、結構来てくれとった、あらだけさあ、ひざまずきなさいって言って直筆さあ、ひざまずきなさい、なんかさ、もう売れた芸人のギャグみたいな感じだよ。一ギャグ、なんかギャグ作詞、色紙書くじゃない人、リピーターね、ほんとね、いっぱい来てくれた方もね、一回来てくれた方も本当ありがとうございます。いいよ、ほんとにね、マジでもうみんなに見てほしいと思って、いつも言うかもしれんけど、これはガチでほんとに思った。だけどいっぱい人呼んだもん、レイナ。あー、そうかそうかそうか、確かにな。これ DVD も出ます、9月に。あ、9月に、だけどアミプロのホームページから予約できるみたいです。もうできるんだ。うん、だけどして、ほんと見てほしい、レイナのボロボロ泣いて化粧崩れとかを。そこ見たい、レイナちゃんが泣いてるって俺あんま想像つかないんだ。もうめっちゃ泣いてますよ、レイナ。この舞台最後もう全部ずっと泣きよ。普段泣く、ドラマ見て泣く。あ、でも普段のレイナちゃん泣きそうなイメージあるじゃん。でもそう、あれ俺意外とある。だから熱いやつある、熱いやつだから俺意外とあるよ。全然多分この子泣くんだなと思うけど、意外と客前とかで涙流さないイメージがあるんで。千秋楽だけはいつも泣くけど、この悪の娘の時は絶対泣かんと思って、なんかいっぱいおるし、なんかこうちょっとヒーヒーって感じで終わらせたけど、本当は楽しかった、泣きたかった。かっこつけたの、家に帰っても熱いシャワーを浴びてこうハンカチをクッてハンカチクッて。そうよ、まあでも楽しそうだね、なんか。やった方がいいですよ、絶対演技上手いと思う、芸人さんやから。死ぬほど下手だと思うし。いや絶対上手いって、だってモノマネとか上手いんですから。いやいや、もう絶対無理ですよ。やりきる心があるけん、二人には。恥ずかしいとかないけんさ。いやいや、そこ、あ、でもここはこっちはそうだと思う、こっちはそれ好きだと思うよ。うん、好きだけど絶対やった方がいいと思いますよ。でも何度も同じことをやるのは嫌なのよ、なんか仕事やもん。違う、それなんか変えたくなっちゃうの、言い回しとかを。やっぱ芸人ってダメよ、それは周りの人がびっくりする。そうでしょ、そうだ。だからそれに対応してくれる人もいるんですよ、やっぱりベテランさんとかは。ちょっとニュアンス変えるとニュアンス違う返してくれたりして、毎日違うけど楽しい。そうされるとドキッとしちゃうけどね、多分。違う、だからマジで今度レイナちゃんがまたね、舞台やらせてもらったりとか、そういう、する時に本気でそのレイナちゃんのマネージャーに頼んで、スバーターでほんとちょい役でもいいから入れてもらえるよ、お前。来年やりましょう、来年。号外みたいな配りやん。もう何でもいいから。何、アンサンブルやりよ、めっちゃ踊らないかんけど。いや、それちょっと本当にね、頼んでみて。DVD いくらですかって、いくらでしたっけ、8000円でしたっけ。結構高いんですよね。安いね。え、あた安い、あたわって安いでしょ。全然安いでしょ。だってめっちゃバイト4日ぐらい頑張るよ。8000円、送料500円。8000円ね、なるほどなるほど。でもレナがボロボロに化粧崩れとかを見れると思ったら大丈夫じゃない？まあそうだね、それはまあ人それぞれだけど、安いんじゃない？と思う。でなんか値段とか関係なしに、もっと見てほしい、レナは。そうだよ、だって何回でも見れるんだから。確かに、擦り切れるぐらい見てもってください。ね、あー、和富くんが女かと思ったって、あの弟のこと。いや、俺も写真はパンフレット見ててね、まあ、間違いなく男だと思ったけど、さっきの声聞いてたら、そう、あれ、あれめっちゃいいんですよ。え、正解は男性？正解、正解、女、あ、男。え、どっち？びっくりした。本当の正解の方になっちゃった。間違いない、男です。びっくりした、びっくりした。本当の正解の方。俺、突っ込んじゃいけない、本当の正解の方かと思ったよ。違う、男。男だよね。で、聞いたもん、直接、この前。うん、もう仲いいし、聞こうと思って、うん、ねえ、で、ね、どっちが好き？本当の、本当ね。本当どっちが好き？ちょっと、え、女。え、ほら。それはもうガチだなと思った。嘘ついてないな、この人。いや、わからん。まだ？でも、まあ男、まあ男やん。え？可愛い男の子って感じ。でも、声だけ聞いたらさ、そうよ。学校で声聞いたら、本当女の子みたいだったって。うん。本当に、でも本当に和富くんが双子役でよかったって思う。なんかぴったり、なんか一生懸命やる姿勢とか、いつもいっぱいいっぱいなんですよ、なんかあれって。じゃあおいくつぐらい？今年30かな。あ、上か。うん、
いつもいっぱいいっぱいでなんかこう森リアンでリアンズもはいみたいな感じが普段からそういう感じ、うん、普段からリナの方がねえねえみたいな感じやけんぴったりだねってすぐ言われる。参考したぐらいだけどね。よかった勝つとみくんで。うん、そっかそっか、もうすごい優しい方だった、ね、めっちゃ優しい、うん、でもドライなんですよ意外と。なんかみんなでご飯行きますよみたいになるじゃないですか、うん、でみんな行こう行こうって言うのに、うん、まあどうせご飯食べますしねみたいな行けますかみたいな。いらいらその一言じゃない。その一言いらいよ、うん、あはっていう俺だったら。いやレナも思ったよ。何なんこれ。あのどうせってことあんま言ってこないのかな。なんかごめんみたいな。めっちゃ言ってほしいんだよ。いやでも実はカスタムに来てくださいよって言ってほしいんだよ。でもね面白いんですよね、なんかね不思議。でもそれ狙ってないでしょ、多分本音でしょ。知らん。まあどうせ食べなきゃいけないし言いますかみたいな。イラッとするなぁ。いいよ別に。じゃあいいよ。ドライなんですよね、カスタム君ってちょいちょい。そういうのって、うん、普通にみんな割り勘なの、それやっぱ自分の方が言ったら人による、行く人による。向こう出さんでいいって言ってる。あ、やっぱその先輩というかね、ミニスがね。先輩でもミニスはもう消費税まで割れる。82や。ミニスをいじるな。ミニス、うん、うん、関係ない。ミニス、うん。関係ないっていうの。違うよ。まあまあそうだ。人による人によるな。人数とかによりますかね、行く。まあ、そりゃそうだよな、うん、急にちょっと後輩連れてっていいですか、あ、自分も後輩いいですか、うん、あ、俺も後輩、うん、2、3人ならいいやと思ってたけどなとか。確かに、どん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 増えるとね、うん、確かにね、怖くなっちゃう、うん、まあでも、いい舞台だったんだなっていうのはもうレナちゃんの、うん、めちゃめちゃ伝わったよ。もう生き生きして喋るもんね、うん、DVD 見たいな、見てほしいね、9月、9月ぐらいになんか放送してるみたいです。夏終わりだ、ちょうどちょうど何もない時期だからいいんじゃない、9月って。その夏はなんかさ、海とかあるしさ、まあ、なるほどね、暇ないし、そう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 、みんな日本がね、うんうんうん、いいじゃない、芸術の秋、ぜひぜひ、はい、見ていただきたいね。で、なんか情報によると、うん、その舞台中に作詞もしてたと。そうなのです。なんか言ってたよね、作詞するみたいなことね、うん、前回 なんか、うん、まあミニアルバム出すよって言ってから、うん、なんか別にこうずっと動いてなかったけん、うんうん、なんかレナが動かんとなと思って、うん、そう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 、なんか稽古中にデモが来たんですよ、なんか、うん、めっちゃいいやんこの曲っていうのがあれの1個あって、またそれから書き始めたんですけど、うん、それなんか結構スラスラ書けて、うん、そのうちの1曲が稽古中になぜか、うん、なんか無駄に5時間空きますみたいな時があって、うん、それなんか全然嫌じゃないんですよ、なんかみんなと一緒に降りたかったし、うん、でもこの5時間がちょっと無駄だなと思ってマジで、うん、よしここで作詞しようと思ってそこで1曲作って、へすげえ。で英語が分からんけど、みんなにあのさ、こういう時のこういうシチュエーションって英語で何、みんなが一気に検索してくれて、これはどう、これはどう、なるほど、そうなんで、ちょっとワードそう教えてもらいつつっていう感じで、3曲今完成して、おう、もうリハやってますね、今日から。どんな詩なんですか。全部違う。で、恋愛とかさ、ひざまずきなさいよ。入ってない。ミニスの。ミニスで。よ、ひざまずきなさい。はいみたいな。いや違う、入ってないけども。入ってないか。うん、恋愛の歌もまああるけど、うん、ただの恋愛の歌ってなんか面白くないなと思って、うんうんうん、なんかね、本当いろんなじゃ、なんかどこまで言っていいかいな。なんかレナが一番好きな曲は、あ、これやなって絶対もう来てくれたら分かると思っちゃうけど、ライブに。うん、結構、ああ。うん、なんかいいなぁ、ファンタジー、うん、ファンタジーに作ったレナは全体的に、おぉ、うん、じゃあちょっと現実的な感じではないんだ、なるほどね、うん、実体験とかではない感じだ。全部実体験じゃない、全部想像してこんなやつやったらどう思うかいなとか、うん、であともう一個ね、なんかすごいね、本当にね、うんうん、使われるか分からんけど、マジでね、力作のね、歌詞できたんですよ、ダッセー歌詞、おぉ、熱いやつ、もうダサおもろいんですよ、うん、それが、もうダッセー披露できるか分からんけど、うん、楽しみにしとってほしい、頑張るけん、うん、じゃあいつ見れんのよ、それいつ聞けんの、分からん、それは分からんけど、うん、他のやつは、もう7月1日からライブで聞けます。なるほど、ああなるほどね、うん、そうか、ライブが、おう、1日から、新宿レニー、そう、新宿レニーから始まるっちゃけど、うん、で、そのお客さんの反応とか次第で、どれをミニアルバムに入れるか決めるみたい。えっ、うん、うん、お客さんの
反応っていうのはそのなんか投票みたいなのかな、盛り上がり方、うん、それはないと思うけど、これ盛り上がるかとか盛り上がらないかとか、うんうんうん、このジャンルないか、これにしようかとか、へえ。じゃあ変だね、そこに来てくれた人たちの意見ではないけども、まあ、反応が大事になってくるってことだよね。そう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 、そうと思う。へえ、斬新、うん、あ、そうなの。みんなでね、すごいよな、みんなの意見を取り入れてね。それでさ、本人がすごいこの歌だけ嫌だって、もうこんな顔で見られても嫌だよね。それはそれで盛り上がってほしいじゃん、一応。まあ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 、そうね、この曲入ってほしくないってあ、もう俺この歌嫌い、俺ね、俺ね、入ってほしくない、それなしだよ。そういうのなしね。なしよ。なしね。いいね、本当に。好きなの作詞を。楽しい。あ、なんか作る前はマジかよ、もう嫌だよとか思うけど、うん、作り始めたらなんか本当一日で作りたいって感じ。楽しい。あ、もう一気に書く。パラってなんかテーマさえ思い、いいテーマさえ思い浮かべば結構作れるんですけど、うん、テーマ思い浮かぶまでに結構時間かかるんですよね。テーマってどういうこと？例えばじゃあ運動会にしようとか、うん、ほうほうほう、運動会にしよう、運動会にしようの中でも運動会の何を目指すかとか、だから1位になりたい歌なのか、ああ、でも僕は足が遅くてっていう変ってこんな歌なのかっていうその方向性も何となく決めて、何となくこうワードバーって書いてそれを文章にしてって文字さ合わせる。曲を聴いて曲のイメージで作る方がいい。そうもやってましたけど、今回はちょっと無視しました。もうそればっかやったらなんか分からなくて恋愛のドバッグになるけど、まあそうだよね、バラードだったら恋愛になっちゃうみたいなのあるもんな、うん、だけどそれをちょっともう無視して作りたいやつをとりあえずワードだけ並べてそれ聞きながら、うん、つなげてって、うん、いや楽しみだね。じゃあ7月1日からライブ、はい、来てほしいね、うん、新曲もいっぱい聴けるわけだもんね。でなハモリ大嫌いなのにハモリ入れとけやん、ちゃんと自分でなんで嫌いなの。いやな、ハモリってだってサブじゃないですか、言うて。え、じゃあそういう時岡島マリエが歌うの。岡島マリエ、誰だよ、岡島マリエ。え、岡マリエ、え、岡島マリエじゃない、あいつ岡島マリエじゃない、岡田マリ、あいつ岡島マリエ、マリエじゃないんだ、岡マリエ。やば、おもろ。俺ずっとそう思ってた、岡島マリエ、明日言って、岡島、岡島って言う釣り好きの、釣り、あそこあってる、岡島。そう、なんかね、ハモリはね、なんでやったかっていうとね、レナってこう歌い回しとかが結構、うん、あのなんかやっぱこうツンクさんみたいなリズムやけん、うん、なんかなかなかこう会う人がいないんですよ。なるほど。なんていうんですか、なんかこう切る位置とか、ここでこう、こう歌う、独特なんですよ。ここに届くまでにこう行く人とこう行く人、あー、まあ、なんかイメージわかる。岡丸はね、こう行くと、で、レナはこう行くと、だけど、ここの時差が絶対悪い。あー、なるほど。音痴やった。岡島とは全然悪い。岡島とはやっぱでもなんかその今まではちょっと合わせてっていっぱいなんか合わせてもらったりとかしてやってたんですけど、うん、今回ちょっと自分のハモリでも試してみたいなと思って、どういう風に聞こえてくるのか、まあ、それはもう完全に悪の娘の影響なんですけど、うん、もうアンサンブルのハモリが素敵すぎて、うん、もうなんかその、うん、ドゥ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 ルルからドゥドゥドゥルルってすごい上に行く人がおるみたいな、うん、マジ綺麗このハモリと思って、うん、でもそういううわーってハモリで思わせれるような歌作ったりとかなるほど、で自分でハモリ合わせてくださいって言って、この前仮歌のレコーディングしてきて、そう、岡丸なんて、どう、なん、えぇ、ー、ってなってた。うん、全然、あ、でも岡丸も一緒に歌ってるんだよ、ユニゾンとして、レナのハモリが音に入っただけで、ユニゾンで岡丸がレナと同じメロンで歌ったりしてるんで、そう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 、へぇ、それ聞きたいな。あるわ、後で聞いてください。あ、本当に。うん、でちょっとそのハモリの良さにも悪の娘やって気づいたというか、気づいたし、やりたいと思ってやったらやっぱ結構いいやんと思った。いいやん、声がいいやん、いけるよー、甲田久美かいいやん、へえー、すごい。じゃあもうちょっとリハとかも始まって、今日から始まりました。お、今日から、うん、さっきしてきた時もこの後、あ、前、そうなんだ、うん、どうだった岡島は。どうだった？顔長かった？なにそれ、うん、どう、本州来たってやばい、なんか爆笑が起きた今日、なんかある、あ、あるところで、うん、ある事件が起きたんだ、あ、起きた。でもそっか、あと10日ぐらい、そう、あと結構ないんですか。そうか、もう6月もだって22よ、もうもう上半期終わるわけだ。やばいやば。でもなんかまだね、新曲の動きとか全然ついてないけど、結構焦りよう、心は。体はのんびりしてるけど心は焦ってます。なんか歌詞がいい。逆の方が、逆の方がいいよ。でレナが焦ってもほらスケジュールが合わんかったりするけど。いやまあそれはね。そう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 。だけ。そっか。うん、じゃあ楽しみ。へえ。楽しそう。いいね。
新宿レニー。いいやろ。7月1日。新宿レニーって俺らも一回ね、ちゃんのあれで行かしてもらった。ああ、そうだね。あ、誕生日だ。誕生日だから。ケータが2階席にいて全然衝撃だった。そうそうそう、俺がなんか1階から出てって、レナちゃんに歌を歌いながらこう出てったら、うん、ケータが上から、うん、ちょっと待ったってなんかやるコントやったんだけど、俺もいるぜ的な。照明当たんないし、うん、マイク持ってなかったから、マイク1本しかないから俺らに与えられたのか。そう、何の声も聞こえない、ただのやべえやつが2階からやべえ、ただのやべえやつだよ。レナちゃん、え、なに、え、声聞こえよって、俺俺って言った。あれやばかったな、本当に。しかも降りてくるけんって言って結構時間かかる。しょうがねえじゃん、あそこにいてくれって言われたんだ。あの地獄のレニーで、じゃあ、ちょっと嫌な思い出が。行ってほしいな。もちろんもちろん行きたい。いや、全然ありますよ。行きたい行きたい行きたい。見てないもんな、レイナちゃんが歌う姿。あ、そうなんですか。見たことない。え、見てよ、何それ。俺はだからレナちゃんの歌う姿ってさ、最近だったらもう振動を待ちの、あ、ミュージックフェスタで、ミュージックフェスタで、里山ね、あれ動いてないしね。確かにね。そういえばこの前新幹線で松原さんに会ったんだ。急に今パッと思い出して、なんでその話を。どうでしたっていうか、急に会ったんだ、竹子に。そう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 、ポローンってなった。まあそんな アラーじゃないけど、まあでもちょっとアラーみたいな感じで、お父さん何やってんの俺ちゃんみたいなって、まあ仕事だったんですよって言って、うん、なんか本当におもちゃお祝いあげるって。お祝い、うん、ああ、結婚も、結婚したのもずっと前なのに結婚したのってやつお祝いあげるっつって。いやでも結婚してから会ってないんじゃないですか。何十回待ってる、何十回待ってる、何十回、何十回待ってると思うぐらいだけど、もうなんかお祝いあげるっつって、マッコーさん、マッコーさんってめちゃくちゃマッコーさんいじりすんな本物なんだから本物じゃねえどっちかなそう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 、うん、優しいんだなあの人、うん、すごい優しい、うん、でもよく偶然会いますね、この地球上にこの何千何人も人、レイナちゃんあんま人見ないタイプ。めっちゃ見る、芸能人がすぐ見てる。おっ、うんってなっちゃう。じゃあ結構見ない、合わない、合わないというか、新幹線ではあんまり見ない、うん、でも一回友達と遭遇したことある、新幹線で。普通の、普通の、え、ごめんごめん、いや分かんない、そんな驚くこと質問してないのいや、芸能人じゃなくて、芸能人の友達って、もう小学校のとかそういうことか。そうそう、俺もそう、そういう質問ね、普通の一般のっていうこと。えっ、そう、やばいやばい、言っちゃった、あ、言っちゃった、あ、もうアウトっていうか、いやマジで本当にもう俺そんな変な質問したから、いやもうアウトだよ、アウト、もうアウトだな、これ。お客さん、すいません、もうもう顔シャッターでこいつ映しちゃダメだ、もうこいつはダメだ、今禁止用語言った。なんでだよ、普通のは失礼だろ、普通の失礼だろ、失礼だよ普通の失礼あ、それはもう悪い悪い悪いです、びっくりした、られちゃそうなるよ、すごいな、すごい、いや、芸能人のとかさ、見るって、芸能人を見るっていう話をしてた流れだから、これはあったんですよって言ったから、これショールーム舐めてんな、こいつ、ショールームを舐めてない、舐めてないでしょ、ねえ、れちゃん失礼だろ、それは失礼だった、あ、失礼って思った、あのまん丸の目だったわけ、普通の失礼だよ、もう普通のって聞くじゃん、聞くでしょ、待て、今の流れだったら見て顔もうダメだよ、もうダメだよ、それ普通のって聞いた、あとお前それやってっけど、カメラ映ってないからな、嘘だろお前全然その顔やってっけど全然映ってないからな、さっきから。だけ腹筋割れるぞ。いや、そんな面白いくだりじゃない。映るようになってからその顔全然面白くない。本当に。映ってないところが面白かった。あ、もうダメだ。これはダメだ。これはひどい。なんでもなんで。なんでもなんでもない。何今のは。そのはひどいな。いや、怖かったんだ。なんない今のは。俺のセリフだから。今の本当にね、びっくりしてたよ。本当にびっくりしてた。ちょっとさ、びっくりする意味がわからんじゃない。お前お尻触ったか。触ってるわけないよ。あ、だって今、あ、痴漢にあったみたいな顔してる今。違う違う違う、戻してみろよ。いや、あるからこれ、この後。いや、あ、ちょっと待って、今なんかやられた感じの演技だった。いや、そういうやつじゃない、そういうやつじゃないのはもう分かった。これやばいね。普通のって何。これやばい、これやばい、これダメだ、これダメだ。何がダメなのか全く分からん、俺に。もう終わりだ。
いや終われない、まだ全然早くから始まって早く終わって見ないでしょ。ダメダメダメ、あと20分ぐらいあるよ。やばい、今月一番あったそうでしょ、マジでそれはダメです、あれがあるっすね、超えたぞ、打ち上げにしてよやばい、あった今の、今のはだから何にも不足ないって言うとか、だからやった近くがないんで本人は、だからそういうのは、うん、いやだから痴漢したみたいになってるけど俺は普通のですかって聞いただけだから何か何がですか、訴えれるもんなら訴えてみたらいいさ、これで急にそういうなんかさ、うん、そういう裁判みたいな話出すのも怪しいなんか変に変に上から言って、あこれやばいね、冤罪ですよ、冤罪だとしたら本当痛いても通報か俺がバイバイ、これ危ないね、本当危ない、あこれいいよ、パトカーの音が聞こえてる、もうやだ、もういいじゃん、誰が通報したんだよ、誰が通報したんだよ、ちょっと見てる人が通報したんだよ普通の普通の何の際だよ、逃げろケイターだって逃げるか、絶対捕まんない普通のって聞いただけでうるちゃんがびっくりした、いや見て、だからそこも見てほしい、驚くことがっていう流れだからだってそこ普通のって聞いちゃダメじゃん、だから一般のって聞けば分かったわけでしょ、いやいや、だからそれをうまく伝えられなかった俺のミスで、じゃあそれはごめん、うん、だけどまだ、いやごめん、でもね何が思ってびっくりするのか自分でも分かんないんですよね今、うん、そうでしょ、でも驚いたなっていうの驚いたって言ってたでしょなんか知んないけどっていういやこれはちょっと例だじゃん、ネクロ NG だ今後普通の NG これも例の会話できねえそんなやつ、もうこれもだから新幹線の友達と会った話ももうできないもん、もうできない、もうできない、この後はもうできない、まあまあそれはできない、もうこれ以上広がらんし、もうこれ以上の爆笑はないわ、いやいや爆笑の話もう今日あと終わるだけ、もう切り替え、もう切り替えないんだよ本当に、すいませんでした本当にもう、ね、すいませんでした、もうずっと5分間ぐらい笑いっぱなしすいません本当に申し訳ないですよ、叫んじゃないよ、いやいやいや、まあね、ちょっと落ち着きましょう一回、そう考えれば前はここでピザ頼んだりもしたんですよ、したそうよ、懐かしい、あれもう2ヶ月以上前、いや全然2ヶ月その前でしたっけ、結構ここでやるのが久しぶりだもん、その間だってカラオケ屋さんとかさ、なんか他でやったりとか、あそうでしたね、うん、確かに確かに、ホームだここ、うん、意外と久しぶりよ、これここ、うん、そうだよいや、こうやってうーわここはダメだよホーム、ホームどっちどっちどれもうあるかやったでしょ、大丈夫、いやだからこうやってたから、こうやってたお前らここやって話せ、こっからこうやって話せ、バトルなんでだよ、なんで俺銃を切られてる状態で違う違う、お前こうやって話せ、もう今後トーク番組、トーク番組こうやって、うん、あじゃあもうここがホームだって聞かなきゃいけないしかも半分切れとうと半分切れとうと誰誰誰誰もいねえから大丈夫だよ、おもろおもろおもろ落ち着く、ほんとにやってきましたね、てか絶対今のこの5分でなんか部屋あったか熱くなって思った、うん、やっぱ笑うって幸せやな、そうやな、笑えん時だってあるじゃないですか、やっぱり全然何も面白くないと思う、全てなんかもう終わってしまえってかいう、まあそうだな、ありません、あなるなるなる、でもこんなに笑えるってことはやっぱ3人とも今心が平和なんだいやまあそうだね、そんな笑えること言ってないっていうことなんだよねいやつね、もうそんなひどかったよ、うん、ひどいって、だから YouTube 上がるときは多分カットされてたら今とか全部、いやモザイクショーとかでね、 YouTube でなんか一時上げんどこうと思って、あ今じゃあ上がんないわけね、今後分からんだけど、なんか、うん、YouTube 上げようけん、なんかみんなね、うん、明日見れるやろとか言って、うん、まあそうなんだ、なるほど、それはちょっとね、違うよ、だからこの今いる4000、約500人の人たちが本物の、うん、この例の自由時間のファンですよ、うん、そう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 、うん、よかった、うん、上げないの分からん、やめよやめよ、上げない、やめよ、上げないね、上げんな、やめよ、いつかあげるかもしれんこっちであげるから基本やめよう、あげるあ、そうレナたちより先にあげたりせんで、うん、普通のトーンで言うと、うん、レナラベンダーのチャンネルが上がってからあげて、うん、そうよ、頼むよ、本当にみんなそっちに行ってしまう、ルール守ろう、そこだけね、うん、お願いよ、お願い、それははーい、かわいいかはーい、お前かわいいか、サワー食いすぎよお前のが捕まるからなこいつずっとこれ
この撮影ずっとこれ食ってやがるんですわ。チビサワーズを隠れて。レナも食べたい。言ってるなんか。あれいいよね。あれ普通に食べていいのに。今手出されました。俺捕まえたいの。今手出されました。あーじゃないじゃん全然。手出さないけどここ行かれてたから。いいじゃん別に。ここ行かれてたから。俺。ガードしたんだよ、ここ。うるせえ。うるせえ。どうしたらどうしたらいいんだよ、じゃあもう。怖っ、きつ。サワールっつっただろ、お前。言ってねえよ。サワールは俺。違う。本当に膝まずけお前、膝まずけお前はもう。じゃあ膝まずきなさい。それが良しとなるかもしれない。来ましてありがとう。どういうこと？もうアウトですね。もう鈴木さんアウト。今のはアウト。今のはアウト。いやいいよ。ごめん全然伝わってんのこの面白さ。分かんないな、それはな。でもレナチが面白いけん、本当にレナチのこと好きで追ってくれた人は面白いと思ってくれたと思う。いや、そうだよ、うん、俺が面白くないって言った人は多分もうファンじゃないのかな。そうだなそうだよ、全員が面白いよ。今心がちょっと悲しいか。あーさっきのだからやっぱ心が平和っていうのはいい言葉で。本当ですよ、うん、心が平和な運のが一番いいよ、うん、何でも笑えてさ人に優しくできるしね。確かにそうだよ、本当に。いや面白かったな、でもそうやね、もう今日は満足だ。だってレンちゃんに会うのもだって1ヶ月ぶりだからね。そう本当ですよね、あんな毎週毎週会って、うん、本当だよ。照明がどんどんとか、ちゃんと歌練習してきてよとかね、いっぱいねそうよ、うん、揉めてからね、うん、確かに。やっぱり久々会うっていいですね。いや面白いね、やっぱ、うん、カラオケの時怒られたもんな、俺全然練習してもう一回練習したいね、俺は、あの歌、うん、でもカラオケ配信も一回やりたいですよね、普通に、うん、もうカラオケだけの配信、うん、あ、それ何曲歌えたらいいよね。うん、そう思う、そう思う。今度はリクエスト取ったりして。確かに。何なんだ？何なんだ？ちょっとおかしいぞ。リクエスト取ったりしたら最高のコメントだよ。いや田中さんよ。そうでしょ。いいなと思ったじゃん。ね、これまだ。いやいや。これはなあ、横文字入れてくる。横文字入れてくる。リクエスト。日本語に等しかったですよね。いや本当そう。いやもうほぼ日本語ぐらいの英語でしょ。モテようとしてる人がいたんですよ。本当にもう今日は。いやさちょっとなのやつだから。やっぱりね。うん、ああじゃあいいそろそろこれ言うかな。これ言いますか、ちょっとじゃあ。そうだね。せっかくですから、なんと、うん、レイナちゃんからお知らせがあると。はい。あ。ラベンダー。4枚目おこれそったいそったい、うん、4枚目なのね、うん、4枚目のミニアルバムがお9月6日に発売決定しました。いやー9月6日です。9月6日、苦労みんな苦労なしよくないな、先が不安だわ。そんな言ったら黒字になる。黒字あ、うん、いいの今のお、挽回した、挽回した、いい今のは挽回した。今のにまあ、なんだよだな、ダメな方の指差しだったら、うん、まあ、9月6日ね、うん、9月6日、はい、発売します。なるほど。タイトルはリスター。お、横文字最高。いやリクエストダメなのに横文字フルでね、あの R がね、反対やけん、うん、またあのお、ラベンダーと一緒だ、うん、うん、なるほど、リスタートリスタートリスタート、はい、わかります意味鈴木さん。でもう一回始めるってことでしょ。いや何なん、それにハマる意味がわからん。全てに驚く衝撃発言俺毎回しないよ。危ないよ本当に。今のはギリギリセーフだったけど、リスタートはもう何かもう一回でしょ。ギリギリでこれマジ奇跡が起こったよ、うん、あの内容は、うん、まあね、あの前に3月の時に3人のお披露目イベントやった社員、うん、さんが書いてくれた曲も入ってたけど、はい、なんとね、うん、ペニシリンのギターの千里さんが書いてくれた曲。愛に気づいてください。僕裏声のとこまでやって、抱きしめてあげる。嫌いだわ、気持ち悪い気持ち悪い、嫌いだわ嫌いだわ、ほんと昔から。でもリクエストしたのお前で。リクエストあ、ごめんなさい
何注文なんていうあらほうあそうペニシリンの草さんがやってくれてへすごいそれに歌詞書いたああそうか曲作ってくれて、うん、共同作業したペニシリンとペニシリンいやでもすごいね大先輩大先輩だけどペニシリンと、うん、ほうほうほうコラボしたペニさんもありあ、オカマリも作詞してんのオカマリはそう、うん、なんかあの聞いたことある、うん、まあ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 なそうそうそうまあ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 とかじゃないオカマリが作詞作曲したとかなあんたそんなのへえ曲があるほうそれがいうのが9月6日に販売します。イエーイ楽しみだな。何曲ぐらい入ってるの、うん、ミニだから2ぐらいですかミニすぎるだろシングルシングルより短いよお前。え何曲入ってるのしな結構入ってるのかな何でしたっけ 6? 6? おーいいねいいねいいねちょうどいいんじゃない6がちょうどいいやと。いやだって10いくつだとちょっとさなんか結構なんだろうないっぱいいるぞ10いくつ出してる人いっぱいいるぞいや12曲もすげえいいんだよな6かなミニミニついてるからでも6っていうのはなんかほんともちょっとあ飽きない距離感というか距離感距離感なんつうんだろう俺ハイスタンダードとかがたまに出すあれは超好きだったでもちょっと物足りんぐらいがちょうどいいのかないやそう、うんうんうん、聞きやすいというかさ8分目確かに確かにいいねそうやねそれをだけまず最初に7月1日からのツアーに来てくれたら聴けるかもしれない、うんね、なるほどなるほどそっからも選ばれる可能性あると先ほど言ってたやつにつながるわけだね、うんうん、あそういうことか先ほどのつながるわけだおう早く歌いたいっちゃその曲おおおおおいいね聴きたいねそうなのよそうなのよそうなのよということで9月6日ねうん発売しますので皆さんぜひチェックして今カレンダーに書いてください、はい、アルバムライブ 7.1 ライブ 9.6、はいミニアルバム、はい、9.8 俺の誕生日あそった俺 9.8 ですよ何曜日ですか曜日で覚えた曜日で覚えたことねえわ俺毎年変わるし毎年変わるし今年のじゃあ木曜日やったら超えてああそうじゃないですかえレイラちゃん自分の誕生日の時の曜日って覚えてるもんえなんか結構なになんか結構平日が多いいやいやそんな怖い大体だね大体平日が多いもんだって平日にだからイベントやるんですよいつも当日に誕生日があるじゃんまあでもなんか水曜日とかが多い気がするなんか俺もそうなの俺も水曜日多い気がするんだよ何ですか金曜かうわ金曜です9月4日金曜日金曜ってことは 9.7 が発売した翌日にこれできるわけだそうだあいじゃんでプラス岡本ちゃんの誕生日の前だあそうだ祝うじゃんどうしようかえ、でも9月7日堀池匠さんの誕生日だからなサンバガスのその誕生日が行かなきゃいけないし誕生日会があるんだえ、でもこれはあ、まあ、こっち優先するわそうしよう堀池さんの断るわ清水エスパルスのサンババラス何よバラ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 言ってくださいねバラバラスって言われてたね俺の話しそうなんだごめんごめんで、そんな感じで、うん、まあまだ先の話やけん、ね、うんでもこんなのすぐ来るけんねあっという間よもうそうそうよもうだってもうあれよもう、うん、もうあれよ何何ですかこれ2017年もう下半期よもういやそうだよ、ね、知っとったさっき言ったけどなそうさっき言ってた上半期がもう終わり誰が言ったんですか俺いつ例のある時にえさっきトイレ行ったんですかいやいやさっき放送中にもう6月22だよみたいな話して、うん、えいつそうそうレイだから7月1日新宿レニーからだあ7月1日もうちょっとだねみたいなそううわ全然聞いてないわ本当にクソクソなんだあーと思った最後でクソ言えたぞクソはいいかないいんかいいいんかいもう54分なんでねそうねあっという間だな、やっぱ今日楽しいけんよね1時間あっという間やってねしかも1時間ちょっとやってますからねそうだね前倒しで始めたけん今日に関してはだって企画ゼロでそうだ本当のフリートーク1だから1ヶ月空いてたからね溜まってたか溜まったでしょうっていう、うん、じゃあランキング発表しましょうか、うん、そうですね、うん、じゃあレイラちゃんはいお願いします誕生日の人いるおえ誰6月21日誕生日ひろゆきさんひろゆきさんおめでとうおめでとう何歳になったのかなそこは言わんじゃない64ぐらい、うん、ありがとうおありがとう。ひろゆきさんおめでとう。みんなもひろゆきおめでとうと言ってあげましょう。でもそれ分かんないじゃん。だってめっちゃ先輩かもしれないんだから、ひろゆきさんの方がいいんじゃない？
あ、9月6日僕の誕生日のアルバムに誰名前つけて。この犬みたいな猫みたいな方86位やない8 96 8、うん、なんとかさん823 823 8239月6日ほらじゃあアルバムと一緒やね、うん、いいじゃんじゃあ発表してくね3位これ大地さんやね絶対みんな誕生日言う回じゃねえか大地さんお大地さん3位おめでとうおめでとういつもありがとういつもありがとう大地さん俺のファンだからなよう覚えとうわ、うん、そのくだり気に入ってないかもしれないおおなんだろう独特なあそう独特の香りがあでも別に僕は嫌いじゃないですよそうそういうのか次2位にわっくん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 もね結構最近の常連さんだね来てくれと、うん、ありがとうわっくんありがとうわっくん8月25日だいいよ誕生日の会じゃねえんだよ覚えられねえよ俺ら言いましたお前俺誕生日言ってくれ覚えられねえよ第1位は、うん、カズタカさんカズタカさんそうよね、何これそうよねうん、カズタカさんね、大丈夫カズタカさん、気がけないお、高橋名人カズタカさん、おめでとうおめでとうあ、タワーが乗ってましたタワータワーってなんですかタワーって超高いやつじゃないあ、マジえ画面が消えたてあ、これ押せばいいんじゃないこれをこうやってんんほら来た来た来たあ、みんな映ってますあ、ごめんなさい1万円だって1万円えぇ、ー、金じゃないけどねそうやけど、嬉しいですいやでもそれがすごいことで、そこ金じゃないって言っちゃう姿勢だよ、ほんとそれはあそれはやってくれたよ、ほんとこわすがわにカサカサ、ほんとありがとうっていういやすごい、だってこんなレナーチしか爆笑してない番組に1万円も出してくれて見てるってことですよ、うんまあ、それをね、根本からその金じゃないんで言っちゃったよ、それはカツタカさんにほんと失礼だと思うからそれ、謝り勝高さん、本当ごめん1万円ありがとうそうだよ本当に勝高さん、すみません、本当にありがとうございますそうでしたありがとうございます、本当になんでなんでもないですよ、なんでもないですよ本当だよ、なんか本当でクソとか言ってクソとか、なんかもうマジ面白く大会入れてとか言って言ってねえよ言ってねえこと言うなよ信じるんだから言ってたよ田中麗奈の言うことは絶対の人たちが見てんだから言ってねえから、本当にいや、楽しかった今日は。楽しいね、本当に。今日はっていう。今日も、うん、いっぱい笑えたね。ありがとうございました、うん、二人とも。お願いしますね、本当にね。次はいつになるのかな。まあ、基本来週。来週。来週ですかね。来週か。来週。来週なんかやるのかな。始まる前だ。始まる前だ。29日から。そうだね、ギリツアー前か。ツアーの話も聞きてえな、またな。うん、なんかまあちょっとあのなんか話すことあったら話します。そうだね。うんうん。こんな感じ。リハ始まってるし。え？ごめんごめん、わざとじゃないんですよ。ライブのリアが始まってるし、ま、そうです、もう終盤ですからね、うん、そうね、そうそうそう、頑張りますね。はい、よし、で、はい、本当に皆さん見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ皆さんご一緒にお疲れ様。それダメなんだ。